ローマの花火大会、イッポリとカフィは、イタリアの画家である、ベネツヤアやローマの風景などを描いた、現在のベネト州のベッル,ルーノに生まれた。ベッル,ルーノで学んだ後、パドバで、いとこの画家、ピエトロ・パオレッティに学んだ。パオレッティは当時、ベッル,ルーノ出身の新古典派の画家、ジョバンニ・デミンの下で働いていた。その後、ベネツアに移り、ベネツア美術アカデミーで学び、ベネツアで、 多くの風景画を描いた。1832年にローマに移り、壁画画家として働いていたパオレッティの工房に入り、修行を続け、1833年にローマに工房を開いた。ローマに住みながら、イタリア各地で絵の展示会を開き、また、熱気球に旅をして、夢中になり、熱気球の絵も残した。1841年に、バドバのカフェの装飾画を描き、 1843年にナポリに旅し、ナポリからアテネ、パレスチナ、エジプトに旅し1844年に帰国した。1848年に第一次イタリア独立、戦争が始まると、フリウーリに移り兵士となって、オーストリア軍と戦うが、捕虜になり、脱走した後、ベネツィアに隠れ、ジェノバ、スイスを経て、1850年にトリノで暮らした。 何度か、ロンドンやパリ、スペインを訪れ、ロンドン万国博覧会にも出展した。1855年に、ローマに帰国し、1858年からベネツィアに住んだが、ベネツィアでは、暴動罪で起訴され裁判を受けた。トリノへ頻繁に訪れていたので当時ベネツィアを支配するオーストリア当局の疑いを受け、3ヶ月間政治犯として入国した後、ミラノに移った。 さらにナポリに移り、ジュゼッペ・ガリバルディの義勇軍に加わった。1860年にイタリアが統一された後、ベネツィアに戻り、家業を再開した。広島戦争中の1866年に、イタリア軍とオーストリア軍との間で戦われた、リッサ海戦で撃沈されたイタリア艦隊の総攻艦、レディタリアに乗船していて、亡くなった。57歳だった。 伝統的な都市の景観を描いたが、夜景を描くなど、新しい試みをした画家であった。ありがとうございます。